各地で迎春準備が進む中、春日大社ではご神木である大杉のしめ縄が掛け替えられました。しめ縄が掛け替えられたのは、本殿前のリンゴの庭に立つご神木大杉、高さはおよそ25メートルあり、樹齢およそ1000年と言われています。春日大社では毎年この時期に新年を迎える準備として大杉のしめ縄を新しいものに掛け替えています。今年1年の役割を終えた古いしめ縄が外されると、長さおよそ7メートルの新しいしめ縄の掛け替え作業が始まりました。このしめ縄を奉納したのは、春日若宮御祭りを支える奉仕団体の人たちで、今日は幹事8人が大きなはしごを使って慎重に作業を進めていきました。全国あちこちでね、いろんな災害がありました。来年は五穀豊穣を願ってね、より一層いい年でありますようにお祈りをしながらかけさせていただきました。春日大社では正月三が日におよそ50万人の参拝者を見込んでおり、分散参拝を呼びかけています。